今月12日、高校サッカー注目の試合が行われました。堅い守備に定評のある強豪、大阪桐蔭。挑むのは全国大会初出場を目指す報告。結果は先制点を守り切った大阪桐蔭の勝利。なぜこの試合が注目されていたのか。それは広告が単なる全国大会出場を目指すチームではないからです。その鍵を握るのはチームを率いるこちらの監督。立花はファーに蹴られてそれでやられてるやん。週明け、監督の姿は教室にありました。内野智明さん、内野さんは高校の教員でもあります。担当科目は保健体育。さらに2年生の担任も受け持っているとあって、日中は大忙しです。じゃあ19行かせましょうか。はいはい、了解です。こちらこそよろしくお願いします。今のスカウトの方ですか。大学の方ですね。今ちょっと J のスカウトから LINE に来て。全国を逃したチームですが、プロアマ問わずスカウトからの連絡が絶えません。去年と今年かな、プロのスカウトの数っす。2年間です。この名刺の数、中にはこんな方も。前で一緒にゲーム見させてもらって、森保さん、日本代表監督です。内野さんはチームの勝利より選手個人の成長に力を注いできました。こだわるのには理由があります。プロサッカー選手か全国優勝か2つのどちらかって言われたら、どっち選ぶって聞いたら、まあほとんどの子供がプロサッカー選手って言うんですよね。やっぱそれがニーズなんであれば、そこに向けてこう一生懸命取り組んで、そこの結果にこだわるその集団があってもいいのかなっていう。でやっぱ人と違う、他と違う要素を持った選手を育てないと、まあ、大学とかプロからこう欲しいと思ってもらえないんで。練習方針にもこだわりが。走り込みのような体力作りは一切しません。これは後ろに下がりながらリフティングをする他では見ない練習です。左、あ、はい、交互でやってます。まあ、左右どちらも切れるようにというのはあると思います。ルールは体のさまざまな部分を使ってボールを扱うこと、そしてボールの大きさを変えて行うこと。普段から使用している5号球だけではなく、3センチほど小さい3号球も使います。人間ってまあもう基本こういうふうに何かをするってことはほぼないじゃないですか。だけどサッカーの時ってこう下がりながらトラップしたりコントロールしたりあるんですけど、下がるっていう動作の中でボールを扱えないんですよ。で本当に日本代表とかに選ばれてる子らでもできないんですよ。そういった部分の改善で、小さいリフティングが難しいボールを使って下がりながらやるっていう。ここに動いてほしいっていうのが一番苦手なのが、この広告スタイルに惹かれて強豪のユースチームから移ってきた選手たちも多くいます。広告自体が戦術のところとか足元のところを大事にしてるって聞いてたんで、チーム自体は最初も強いんですけど、やっぱり自分個人としての価値を求めるためにここに来た方が成長できるかなと感じたんで、はい、一番大事にしてるのはやっぱりそのテクニックですよね。ボールを止める蹴るに始まってボールを上手に扱うっていう、
足でボールを扱うスポーツなんで、そのどれだけ手に近づけるかっていうか、足の感覚を。先週水曜日、雨の中いつものように練習が行われていました。檄を飛ばしながらもどこか嬉しそうな内野さん。この日サッカー部に嬉しいニュースが舞い込んだのです。3年生の永長貴虎選手が去年の J1 優勝チーム川崎フロンターレとプロ契約を結びました。入学当時は府の代表にすら選ばれなかった選手を日本のトップチームが注目するまでに成長させました。もう僕ら送り出してなったから終わりじゃなくて、なって1年でも長くやっぱりこうプロ選手で活躍してほしいっていうのがあるので、一度こう刻んだ神経系の技術とこう頭でやる部分の戦術っていうのをこう徹底的に教えてあげて高めて卒業させたら、きっと長くサッカーをしてくれるんじゃないか、サッカーに関わってくれるんじゃないか。違う。独自のスタイルで突き進む内野さんには大きな夢があります。高校からダイレクトにヨーロッパに行く選手を生み出し続けたいというか、でもっともっと日本サッカーが世界のトップと競争できる力を持っていけると思うんで、そういうきっかけ作りをしたいなっていうのは自分の中でありますね。多くの選手が、まあ、プロの選手になりたい、強くなりたいんだっていうことを望んでいるんだったら、やはり今の指導をそのまま頑張って続けていってほしいですよね。こちらは今日の日経新聞夕刊にも掲載されています。ご覧ください。ここまで現場探求でした。最後まで見てくれてありがとうケル。もっと見たいという人は画像をクリックして YouTube チャンネルテレビ大阪ニュースに登録してけろ。オリジナル企画もあるけどよ。よろしくお願いしますけど。